どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょう。そして皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者6800人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者6900人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ということで、早速お話をしていきたいなと思うんですが、現在この動画を撮影しているのが6月8日の試合前ということで、今日からファイターズ、そしてイーグルス、それぞれ3連戦、交流戦最後の1週間が始まっていくという流れになるわけなんですが、昨日の時点で西純也投手、ガンケル投手、ヨーカー選手、この3人の抹消というのが発表されていたんですが、この3人の代わりに新たに小川投手、エドワーズ投手、そして小野寺選手ね、この3人が上がってくるという情報がありました。なので今回の動画では、この3人が2軍でどんな成績を出していたのか、そして今後の起用法というところについてもね、ちょっと深掘りをしていきながらお話をしていきたいなと思います。ということで、早速お話をしていきますが、まずね、こっからの3連戦 DH が使えるわけですから、やはりこう中継ぎをしっかり強化していきたいということで、もう先発、そして中継ぎね、もう投手陣がどれだけ粘れるかっていうところも、まあ一つポイントになってくると思うんですが、平谷軍監督が、まあこの2人ね、小川投手、エドワーズ投手が上がっていくという流れについてコメントを出していて、ファームにも中継ぎ陣がたくさんいる。ファームでも競争しているわけだからね、いい結果をしっかり出してほしい。ファームでも結果を出さなあかんというコメントを出していて、やっぱりこう2軍である程度ね、成績を出していかないと、この1軍には上がっていけないと、まあ2軍が緊急事態ですからね、まあ交流戦も残り6試合ということで、まあ1、2軍合わせたね、もう総力戦というところがもう必ず必要になってくるわけなんですけど、まずね、この3人の代わりに、昨日抹消になった3選手たちの、まあ主な抹消理由というところね、まあ昨日コメント欄で、なんでヨーカー選手が抹消なんだろうというコメントもたくさんいただいてたので、まあ僕なりの見解というところをお話ししていきたいなと思うんですが、まず西純也投手に関しては、やっぱりこうね、2試合先発をやって、いろいろ課題が出てきたと思うんですよね。もうガンガン攻めていかなければいけないところと、まあ一歩引かなければいけないところ、まあそういうところが2試合やって、まあ打たれたりっていうところがね、あって勉強になったんじゃないかなと。で、先発に関してはね、まあある程度5枚というのは今週決まってるところですし、日曜日もガンケル投手がどうなるのかっていうところもあると思いますので、まあ2軍で新たに勉強というところでね、また上がってきてほしいところですし、で、ガンケル投手に関してはね、やっぱりこう体調不良ということで、まあ、とりあえずね、特例での抹消になるので、まあ、エドワーズ投手がね、上がってくるという流れになりましたから、まあ、これで日曜日投げれるかどうかっていうところですよね。ガンケル投手が投げれることができなければ、まあ、岩田投手であったり、まあ、それこそ中継ぎからであれば、及川投手とかね、まあ、ほんと交流戦最後の試合ですから、総力戦になる可能性もあると。まあ、ただ最後ガンケル投手投げてほしいところですけれどもね、まあ、ここは体調の部分があるので、まあ、なんとも言えないところですし、で、ヨーカー選手ね、まあ、ヨーカー選手に関しては、やっぱりこう5月の中旬ぐらいからね、なかなかこうスタメンっていうのもなく、やっぱこう代打の一番手って今原口選手が右バッターでかなり状態がいいので、なのでヨーカー選手のまあその優先順位っていうのもね、まあちょっと低くなってたところですし、でなかなかこう打席数を与えられる試合というのがまばらというかね、まあまとまってこう打席に立つことができなかったりしたので、まあなのでそういうところを見ていった時にもう2軍で打席数与えてね、また上がってきてほしいと。まあ、例えば原口選手の状態が悪くなれば、まあ、そこでヨーカー選手を上げて、まあ、代打の一番手っていうのも考えられますし、まあ、今回はね、小野寺選手というところで同じくファーストと外野を守れる選手ですから、また小野寺選手の起用法というところはね、お話をしていきますが、まあ、ヨーカー選手に関しては、まあ、干されたとかそういうわけではなく、まあ、状態上げてまた上がってきてくれっていう風な、まあ、形のね、この3人の抹消なんじゃないかなと、個人的には見てますね。で、新たにこの3人に代わって1軍に上がってくる選手たちね、まあ、今シーズン初昇格の選手もいるわけなんですけれども、まずは小川投手ね。で、小川投手が2軍でどんな成績を出しているのかっていうところなんですが、ここまで7試合に登板して、うち3試合が先発なんですが、防御率が 6.30 で0勝2敗で、投球回が20回を投げて三振が19ということで、まあ、1イニングに1個ぐらいはこう三振を取れてるっていう風な流れになるわけですね。まあ、小川投手も昨シーズンルーキーながら1軍で21試合に投げて、まあ、後半最後はね、7試合連続で無失点ということで、まあ、いい形で1軍で終わって、まあ、2年目も期待されていたんですけれども、まあ、先発もということでね、まあ、2軍で調整を進めて、まずはこう中継ぎで1軍昇格という流れになりました。で、直近の登板ね、6月の1日、バファローズ戦に投げて、6回途中で1失点ということで、まあいいピッチングをしたんですね。で、その時、平谷軍監督がコメントを出していたんですが、6回100球までという流れの中で、最後バテたかな、デッドボールを出してしまったけど、今日は2、3回といい、しっかり課題をうまくカーブを使ったりして、これでスタミナとかがついてくれたら、いつでも中継ぎでもいけるし、今日は良かったと思うよっていうコメントを出してたんですね。で、この小川投手の登板というのを見てたんですけれども、やっぱりこう、小川投手いい時っていうのは150キロ出ますし、で、落ちるボールね、まあ非常にこう角度がある、まあ、身長も高いですし、で、腕の振りというのも結構まっすぐでね、なので落ちるボールの変化量というのは結構ある投手なので、まあ、それに加えて緩いカーブですよね。まあ、こういうのを使っていければ先発としてもっていう流れの中でね。
まあ去年経験をした、まあ中継ぎでのまずは登板という形になるわけなんですけれども、まあまずはこう勝ちパターンというよりはね、まあしっかりビハインドでもこう投げてもらうと、まあ小林投手がやってくれてたような、まあ立ち回りの中で、まあ若い力を生かしてね、投げてくれたらなというところで、まずは小川投手が上がってきたと。で、二人目、エドワーズ投手ですね。まあ、エドワーズ投手に関してはもうこのガンケル投手のね、復帰次第でっていう流れになるので、まあ、日曜日投げれるということになれば、またすぐ抹消しなければいけないわけなんですけれども、なのでこの特例抹消の代わりがエドワーズ投手という捉え方をしてもいいんじゃないかなということで、まあ、一軍ではね、今シーズン3試合投げてるんですけれども、まあ、前回ね、やっぱりちょっとフォアボールが絡んでしまったりとか、まあ、ちょっとね、打たれてしまったりという流れの中で抹消になったんですけれども、まあ、二軍での全体成績っていうのはま、悪くないわけですね。16試合すべてリリーフで登板して防御率が 3.38 と、4セーブっていうのは、まあ、現在2軍ではトップの数値ですし、まあ、16イニングを投げて16奪三振なので、まあ、ちょうど1イニング1個奪えてるっていう風なところなんですね。まあ、このエドワーズ投手に関してもね、こういい時と悪い時が結構はっきりしてる投手なので、まあ、それは去年1軍の時からそうなんですよね。まあ、上がってきた時っていうのはね、結構打たれてしまったところっていうのはあったんですけれども、まあ、最終盤ね、またこう帰ってきてくれて、結局1軍では23試合で防御率が 2.38 と、まあ、安定感というのは最終的に見たらあったわけなんですよね。で、まあ、ある程度ね、そのパワーカーブ的なボールっていうのもあるピッチャーですし、まあ、150キロ超えてくると。なので、まあ、現状ね、一軍のピッチャーというのが、なかなかこう、パワーピッチャー、パワーリリーバーが、まあ、中のピッチャーね、まあ、そこが少ない中で、やっぱりこのエドワーズ投手は一つ、こう、白羽の矢が立って上がってきたというところの中でね、もう全体的にこう、小川投手、エドワーズ投手も含めて、もう全員総力戦ですよね。で、特にエドワーズ投手は、やっぱりこう、ガンケル投手との入れ替わりっていうのが、まあ、濃厚な中でね、まあ、少ない試合数になるとは思うんですけれども、ガンケル投手が上がってくるということになればね、まあ、すぐ抹消しなければいけないと、まあ、ちょっとね、かわいそうな立場ではあるとは思うんですけれども、まあ、この少ない試合数の中でね、どういう結果を出していくのか、まあ、エドワーズ投手もこの外国人枠の生き残りっていうところに関してもね、まあ、ずっと2軍にいるわけにはいきませんから、こういう少ないチャンスをね、しっかりものにして1軍で結果を出してほしいなと思います。で、野手ですね、また上がってきました小野寺選手。小野寺選手に関しては一度ね、こう4月の24日ベイスターズ戦で出場ということで、まあ、1打席で三振だったんですけれども、まあ、この時はやっぱりなかなか打席数を確保して上げられないということでね、であればもう2軍でっていう流れの中で、僕はこの中谷選手か小野寺選手かどっちかが上がってくるんじゃないかなと。で、打席数の面を考慮すると小野寺選手は2軍が優先なのかなと思っていたんですが、今回昇格ですね。で、2軍でどんな成績を出しているのかっていうところなんですが、45試合で打率が3割0分8厘、ホームラン4本、30打点で盗塁が5、出塁率が3割8分6厘ということで、もうこの2軍では文句なし、もうやることなし、もうすぐにね、1軍にも上げてあげたいところなんですが、まあ、やっぱり外野の枠っていうのがね、なかなかこう出場機会というのに恵まれませんし、まあ代打で言ってもね、原口選手がいますから、まあかなり難しいね、起用法にはなっていくと思うんですが、まあ小野寺選手ね、直近なかなかヒットが出なくて、22打席ノーヒットっていうところもあったんですけれども、まあ1本出てね、まあ平田二軍監督がコメントで、もやもやもあったと思うけど、今日のヒットで小野寺らしい打撃ができてくると思うよっていうコメントを出していて、まあ結局ね、2試合連続の猛打賞と。で、現在小野寺選手に関しては、この打率3割0分8厘と30打点というのは、まあ、2軍で2冠王ということでね、まあ、しっかりタイトルも取ってるということなので、まあ、2軍で一番成績を出してるバッターですからね、まあ、なのでそういった意味合いでは野手もちょっと苦しい状況ではあるんでね、まあ、ただこの小野寺選手の使い方難しいですね。外野でいきなりスタメンっていうのも難しいですし、まあ、もしマルテ選手がねちょっと疲れてきたとかであれば、まあ、ファーストっていうのも考えられたのかなという感じはするんですけれどもね、まあ、ただ DH でこう糸井選手が出ることが予想されるので、まあ、野手のねそのベンチ待機の枚数というのが減ると。なので原口選手の次にもこの小野寺選手という流れになるんじゃないかなということでね、まあ、代打で厳しい場面での出場であったりだとか、もし外野の選手に疲れがあるということであれば、この小野寺選手をね、スタメンで使うというのも、まあ、可能性はあるんじゃないかなということで、まあ、若い力がね、どんどん上がってきましたけれども、まあ、最後の一週間なんとか総力戦でね、戦っていきたいところなんですが、まあ、今日先発の西投手ね、まあ、この西投手に対して福原ピッチングコーチがコメントを出しているんですが、いつも通りの西らしいピッチングをしてくれればいいかなと思いますし、チームが勝てるようなピッチングを期待したいですね、というコメントを出していて、まあ、西投手もね、こう、なかなか勝ててないと、まあ、4月の20日のジャイアンツ戦以来ね、こう、勝ててない。ただまあ、7回2失点という投球をね、2試合連続で続けてるので、まあ、しっかりと西投手らしいピッチングっていうのは、まあ、前回の投球ぐらいからね、もうある程度こう、上がってきてるところはあるので、まあ、なので、こう、長いイニングをなんとか投げてほしいところですね。まあ、1週間の最初っていうところもありますし、まあ、西投手が勝つということであればね、自ら8回、9回、言ってほしいピッチャーですから、
そういう意味では絶対ね、こう連敗ストップ、まあ、連敗しないというところでこの西投手をね、しっかりと立ててるわけですから、まあ、上沢投手とのエース対決になりますが、どのような試合になっていくのか、この辺も注目して見ていきたいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者6800人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者6900人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございました。今回上がってきた小川投手、エドワーズ投手、小野寺選手、非常に大事な交流戦最後の1週間、どんな活躍を見せてくれるのか期待です。ではまた。